ズームは楽しいと思いますね。先週もリアちゃんと3日間ぐらいかけてペンキやったんですよ。こんにちは、北欧ハウスへようこそ。9ヶ月間のハウスツアーをみんなに届けたいと思ってます。どうぞどうぞ。前回は何もやってなかったんですけど、 DIY でちょっと忙しかったんで、ちょっといろんな変化があるから面白いと思います。覚えてますか？前回はパーティーのハウスツアーだったんですけど、キッチンは完成しました。完成しました。すごい。かっこよくないですか？まあ完成というか、これがかっこいいんですけど、これもかっこよく削って綺麗なニーズも塗らないといけないんですよ。なんか今超汚い、こういうコーナーとかいろいろあるんですけど、なんでかというと、これが上の針とか全部綺麗に削ったりして、だからそういう上の針がすっごい築90年の家なのですっごい汚かったんで、あれが表面にあった粉が全部落ちてきて、昨日すっごい頑張りました。これもすごいわかるじゃないですか。あ、だからこん汚いんだって感じですね。あとですね、友達からピースとかもらったりして、この鏡はそのフジテレビの企画を見た人たちは、そういう最初の出会いは鏡見てたんじゃないですか。だけどこれは自分の家で余ったものを玄関の上につけたいと思ってます。でかっこいいフレームを作って家を広く見せれますね。なるほど。フレームとしてはですね、こういうかっこいい今このコーナーがやばくてごめんなさい。ヌクの奥、床暖房太陽のこんなところです。よく北欧に使われるんですね。多分日本製じゃないと思いますね。だいたいここに使われている木材は、階段は米松なんで、多分アメリカから切ってるんですけど、これはもしかしたらロシアから切ってると思いますね。かっこよくないですか？めっちゃかっこいいですね。これと結婚したいでしょ。41平米なんで、この1回で使うのは37平米ぐらいですね。床暖房太陽だからちょっと値段がかかりましたよね。15ミリの太さですね。いっぱいコメントもらって本当にありがとうございます。あとですね、床暖房どこに入れるかってまだわからないですね。この壁材も全部やったんですよ。あとドアバッグ、ダグラス・フェルウッド、これ超高いから、でも綺麗に仕上がったんですね。大工の友達和樹さんとこれを一緒にやって、超細かいですね。でドアをまっすぐになるのはちょっと難しかったですね。これも同じ素材ですね。これは何になるか知ってます？知らないでしょ。分かんないですね。ここの吹き抜きの上にはあそこにあるけど、フェンスとか柵とかないから、あ、危ないですね。だから綺麗な柵を作りますね。なるほど。だからこういうトリンマーで作った穴の中には、あ、こういう四角があれなんだ。そうですね。 あの階段と同じ感覚なんですけど、子供とかワンちゃんとか大人とか落ちないようにこれが必要じゃないですか。だからこれは本当に日本のすごいところだと思います。海外ではそんなにやらないかもしれないです。そういう掘って差し込む曲がり方は日本の技術だと思います。だからフリーマでこういうことって、まあ飲みとかでもやることができるんですけど、フリーマでやりました。キッチン、あと冷蔵庫、あとですね、トイレ。これからの DIY はトイレですね。トイレ、うん、トイレの結構汚いですね。誕生日パーティーの時にはこれを使うことができたんですけど、ちょっと、いや、どうかないし、あと、あのところでも、これも取ったんですね。自分では結構性があるから、前の天井、この
こんな感じだったんですね。で、頭をぶつかったんですけど、今ぶつからないんですけど、これも綺麗に仕上げないといけないんですね。このタイルはすごく好き。ピンクタイルですね。長持ちするし。全部ワントーンが鳴ったの？いや、これはすっごい昔のタイルです。でもこのままで残したんです。このシャワーヘッドとかは自分で付けたんですけど。おー、かわいい。こちらね、結構いいものなんですよ。これだ、ね、ゴミを捨てないといけないし、あとここでどうするかまだわからないんですね。上も見ます？はい、見に行きたいです。上も楽しいと思いますね。先週もリアちゃんと3日間ぐらいかけてペンキやったんですよ。畳も張り替えるから気にしないでください。結構汚く見えるんですけど、家具はものすごくかっこよくなって、で、いつもありがとうございます、いっぱいコメント、何の色をするかっていうコメントをいっぱい聞いたんで、何の色にしたい、みんなにちょっと見せたいと思ってます。ディテールとかはいろいろ残ってるんですけど、これも削らないといけないし、こういう穴とか、まあ、抗菌でいろいろやらないといけないんですね。見切りもここに入れないといけないし、だけどそういう全体的にかっこよくなってるから、なんかホッとする、すっきりしますね。気をつけてくださいね。うわ、怖怖一番落ちると3メートル以上なんですよ。うわ危ないです。めちゃくちゃ高いっす。危ない危ないです。でこれは余った柱なんですけど、そういう階段を作った時にヒノキのものも余ってて、これはここに置きますね。この笠木はここまで行きますよね。で下でもそういう掘ったものはその間に、ここも同じですね。お、もしかしたらここでも掘らないといけない。掘ってあの笠木っていう手学びました。そのフェンスの上にあるもの、大工の専門用具だと思うけど、あれをここに畳の部屋も見たいですか。はい、やっぱ白くていいでしょ。うわ、これも超かっこよくないですか。ヴィンテージだね。これもスウェーデンに送るとすごい高く出ると思う。こういう 70s 色とか。面白くして本当に良かったんですよ。前ちょっと重度半端だったんですね。これどうやって張り替えるか分かる？分かんない。私も分かんないもんだ。ちょっと雨で汚れたから、いや、やり直さないといけないというのは分かってるんですけど、このフレームだけ取ってなんかやれるっぽいよね。あそこなんだって感じですね。これとかも掃除しないといけないし、このトイレは使えるんですけど、もうちょっとかっこよくしないといけないよね。新しいクッションプログラムとか、新しい壁材とか、あとこれも見つけたんですけど、何これ。家にあったものなんですけど、よくわかんないね。え、すごい、これすごい、わあ、ジョーク、カードゲームみたいな。あ、なるほど。こういう感じは後でポケモンになったっぽいよね。ポケモンっぽくない？ポケモンっぽい。畳を張り替えて電気を全部通ってるんですね。あと上にシーリングファンがあって、あとこの部屋ですね。この部屋が一番かっこいいと思います。全部白くなって、友達からもベッドもらった。多分あの真ん中の部屋では普通のベッドで、ここでは布団入れると思います。で1階は全部キッチンとかリビングスペースですね。
こういうかっこいい昼の関数はもちろんこのままにします。あとでももしかしたら綺麗にすると思います。ちょっと繊細な素材で作られてるからちょっと気をつけないといけないと思います。あと友達にこのレコード全部ありがとうございます。茶箱も残します。畳張り替えますって感じです。空間が余ったんですけどまだまだ多分来月ぐらいには終われると思います。ちゃんと頑張れば。でも、やることいっぱいあるんですね。お風呂がちょっと心配で、トイレはそんなに難しくない、ただ時間がかかるんですね。本当は新しい便器も欲しかったんですけど予算があまりないです。あとエアコン4台買わないといけないし、床暖房も買わないといけないし、いろいろあるんですね。多分これ終わるまで多分100万円節約しないといけない。節約しないといけない。クリスマスとお正月の間にはほぼ毎日ここで、あまりモデルの仕事はないと思うので、ここでほぼ毎日頑張ると思います。ココアハウス9ヶ月間のルームツアー最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとう本命。ありがとう。いえいえ。次の動画ももしかしたら完成するかもしれないです。頑張ればね。来月までまたよろしくお願いします。アントンチャンネル登録も高評価もよろしくお願いします。